久保さん今ですね、僕、あの、XLR ケーブルを見てるんですよ。XLR ケーブルっていうね、まあ。よくわかんないと思いますけども、ちょっとね、またマイクを買おうと思ってて、で前、ちょっとやりたかったんですけど、その XL、その業務用のね、そのあるんですよ。そういうやつが、端子がね。これ使ったことなくて。で、あとアンプもちょっと今、あの探してて、まあ、それも入れて、 ちょっとそれでどんな音になるのかなみたいな。探してるんですけど。<laughs> な、な、まあまあ、久保さんのね、この話、なんでこの話をしたかっていうと、あの、ケーブルって、あの、ほんとね、あの、ピンからキリ、めちゃくちゃ、もうケーブルはね、ピンからキリなんですよ。あの、1本100万ぐらいするケーブルもあるんですよね、オーディオって。でね、これね、 まあメインはこういうマイクじゃないですか。もちろんメインも大事なんだけども、じゃあメインから伝わって、その電動してこのケーブルから行くわけじゃないですか。つまりここで撮れてもケーブルでどういう信号で送るかなんですよね。だから結局その、なんだろうな。これが主役なんだけども、結局主役がどうつながってんのかっていう。 なんかこれね、本当、わかんない人はわかんないかもしれないですけど、ケーブルだけで全然変わったりするんですよ。まあ、僕結構そのオーディオ好きなんで、昔そのケーブ、オーディオのね、まあ、車のケーブル、オーディオのケーブルも太いやつか、そのつなげてやったりとかしてたんですけど、そう全然お音の,この違うんですよ。そのケーブル1本で。普通の純正でついてるね、例えばそのオートバックスとかで買いますスピーカーを。 で、大体、まあ、純正ですぐつけられる、なんか、細い線がついてるんだけども、前ね、その、この太い線を買ってつなげてっていうのをやったんですけども、全然違うんですよ。音のこの強さというか。あ、ケーブルでこんな変わんのかみたいな。まあ、あと、デッドニングとかもしたりとかね。そのデッドニングも目に見えないってことなんですけど、その、半音しないように、この、ボディをこう、デッドニングするって、デッドニングっていうのがあるんですけど、全然違うんですね。だから、まあ、何が言いたいかっていうと、 うんまあ、ネットビジネスも全部そうで目,目に見えるとこと目に見えないとこがあって実はケーブルも大事だよっていう、まあ、地道なこういう作業も大事だしなんだ目に見えないところが、まあ、結構人生のウエトなんじゃないかなとで、まあ、一般の人たちっていうのはこの目に見えるところですよね、まあ、こういうその動画とかね目に見える一部を切り取ってねなんか羨ましいなと思ったりとかするかもしれないですけどもっと莫大にやってますからね 多分まあ僕もね一応数としては目に見えるようにしてますよ2万本やりました2万本アップしてるっていうのは数で見れるけどじゃあ実際に2万個の動画を見れますかって話なんですね見れないでしょ見ないでしょ時間なくなっちゃいますよねこれから僕と10万本の動画をアップロードしようとしてるんですけどじゃあ仮に10万本アップロードしましたっていうまあね YouTube の,あの仕組みが変わんなかったら一応アップロード本数10万本とか出ると思うんですけどでも10万本見れないですよね だつまり一部なんですよ。結局一部切り取ってなんか判断してるだけなんで <laughs>。ただまあ一応ね、まあ見れないけども、一応やったよ、やってるよっていうのは見せてますから、うんまあ他の人とはちょっと違うとは思いますよ。億万長者合宿もね、本編が終わって、湯河原の合宿が2年前にやって終わってるのにこれね、講師陣が2人やってるわけじゃないですか。合宿参加した人、 まあまあたぶんねこれは絶対として僕は言えると思うんですけども多分億万長者合宿湯河原に来た人より久保さんと僕はやっていますそれは自信を持って言えます寮ですね漁<寮笑> <laughs> 本来であるならば、うん、合宿に参加した人億万長者になりたいとうんその,こその心意気で来てるわけですから まあ僕と久保さんほどやらなくてもいいかもしれないけども、やってほしいですよね。ね <laughs>。まあ少なくても、まあもし久保さんと僕以上にやってたら、まあ人生は変わってるでしょうね。うん。はい。いってらっしゃい。